来てないな。これ150円ですか。3本付けだと思った。さあ、というわけで今回ね、ちょっと人生2回目ですか、電車1回半ぐらい。もうビビってさっき寝とるから俺ドキドキして、満員なのにおーって大きい声で起こしてさ、窓大丈夫かって言ってしまいましたよ。はい、ちょっとね、今向かってる場所が今回なんとね、競馬納車式ということで。いや、嬉しいですね。行きましょうか。やっぱ駅着いたらロールスロイスファントムとかでも買いに来るんですか。なんかだけど、昨日の YouTube で見てもらうと分かるけど、試乗会行ったじゃないですか、はい、紫さんのスタッフさんの社員になった人も同じね、競馬買ったって言ってました、ね、言ってましたね。さよりかも競馬セッションしないかんですね。そうですね、まあ、競馬は結構ね、人気ということなんで向かっていきましょう。ちょっと一言いい、はい、昨日さ、競馬でもドキドキするんかって俺に質問したいな。するに決まってるでしょ。競馬でもね、ウェットスーツでもなんでもね、新しいものドキドキするんですよ。もう家で競馬の YouTube 結構見てましたもんね。そう、でもそれを見られる自分がちょっと恥ずかしい。ずっと勉強して結構研究してましたね。はい、なんか履歴見ると競馬が並んどったでしょ。並んでましたね。ハイゼットカーゴとエブリの違いとかさ、うん、だいぶ思いました。まあ、車なんでね。はい、僕のやつはね、後期で結構人気のやつみたいでちょっと嬉しくなりました。じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃじゃーん。納車おめでとうございます。ありがとうございます。ピカピカですよ。来ましたね。タイヤもかっこよくないですか、黒で。いい感じです。ちょっと改めて紹介お願いします。はい、ハイゼットカーゴ。はい。の多分デラックスですね。ちょっと YouTube で勉強しましたから。はい。もうとにかくね、もう色とかこういうとことかこういうとこ。はい。これブラックエディションですよね、ディフェンダーと一緒。ここも。はい。もうめっちゃ、なんていうのかな、綺麗に仕上がってますよね。いい感じですね。で、キャリアは、上は外しました。あの空港とか駐車場入れないと困るので、キャリアのみのみ、これだけでもまあちょっとおしゃれかな。まあこれなら、これがあればね、あのボードケースとか空港とか行けると思います。そう、キャリアとボードケース詰めんでしょ、うん、で、こんな感じでちょっとぐるっとタイヤはミソですからね、見てほしいですね。いいっすね。こっちもこういう感じ、横から、はい、色がまたいいっすね。いや、いいですよ。中見てみましょう。邪魔なんですよ。なんかこんな感じでね、車中泊できるようになってます。もうこれ、撮影できるようにここにさ、乗れば汚れないから、はい、これ買いました。で、これもまあちょっとせっかくだからね。で、ボードもドーンと。で、これもね、ここにボード置くんですけど、うん、これ入るのかなって。で、前にね、あそこに引っ掛けるから2個いらないんですよ。そうですね、まだ隙間があるんですよね。そう、で、もし入らなかったら買いました、これを。いろいろちょっとね、あの部品買って、こういうの買って、で、これをさ、こう引っ掛けて、で、ここへかけたら下がるじゃないですか、だからこういうのも買ってますから、もうどうにでもなる感じ。なかなかでね、これを上げたら、あの後ろは席が出てくるということなんですよね。これこうでしょ。いや、いいっすよね。いい、こういう風にやって、うん、まあでもうまいこと作ってあるんですよ、ここ超つがいなと、ね、うん、そうですね。で、運転席ちょっと、はい、いろいろ買ってきました。ちょっとこれシートカバーも革調のやつがついててね、うん、おしゃれなんで綺麗です、ね、で、ゴム、これもゴムでカバーもあるし、これ見えるかな、ちょっとこれおしゃれなやつ買ったんですよ。おいっす、ね、これいいでしょ、めっちゃいいやつ買って。で、運転というか運転席周りはまた綺麗ですね、普通に。そうなんですよ、全然綺麗ですよ、うん、全然綺麗です。で、これもね、それっぽいやつ買ったんですよね。これ携帯つけようと思って。ナビ付きなんすね。ナビ付きです。まあ、使い方は分かってませんけど、はい、まああとどうだろう。あ、これもちゃんとボタンで、でもキーレスではないですね、さすがに。お、ナビもキーレス、いいんじゃないですか。まあいいっすね。まあこの車でね、ちょっとこれからのサーフィンライフまた始まるんですけど、まあでも楽しみじゃないですか。いや、めっちゃ楽しみだよ。トリップ行ったり、別に大きい車もあるのに、これでいちいちトリップ行くっていうのも最高なんですよ。確かに、グラディエーターで行けばいいとこをこれで行くんですよ。そう、これでね、もうだって細い隙間の海で狭いとこあるじゃん、うん、新島みたいなとこ、これじゃないと無理だから。まあ、新島でこれはね、本当はね、競馬はあの愛着湧きましたね。新島はこれで行きますか。これで行きます。調子に乗って。そうですね、はい、そんな感じで試乗行きます。そうですね、行きましょうか。はい、まだまだね、かっこいいのいっぱいありますから、はい、
こういうやつ、これも欲しいなと思ったやつですよね。かっこいいのいっぱいあります。ぜひ皆さん、こちら働くまんさん来てください。はい、ぜひ。ちょっと雨っていうことでもう行きましょうか。ちょっとあれ、こちら着きましたね。はい、こちらです。じゃあ、これね、サーファーの方も結構、建物こんな感じになってて結構綺麗ですね。そう、アジアンライディングの社長もここ楽しみで毎回来るらしい。そうなんですか。ここ結構有名でね、いつもこの通り満員ですから。有料道路らへんですね。そうですね、海から、一度目の海からだいたい5分ぐらいかな。そう、近いですよね。じゃあ行ってみますか。行きましょう。来ましたよ。これめっちゃうまそうでしょ。やばいね、天ぷらの色もいい。結構ね、薬味もいっぱい入ってるんだ。僕はこちらの上天ざるにしました。僕は並なのに、なんで上頼むんですか。自分で払ってください。ビビりました、今持ってきた時、聞いた時。僕は並で、なんか運転手みたいじゃないですか。あ、天ぷらも美味しい。これは流行るわ、満員ですよ。どうですか、蕎麦屋として。あ、今天ぷら食って、いや、天ぷら美味しいよ。そばの方どうですか。やっぱそばにも色とかあるんですか。いや、ありますね。見てわかります。うわ、季節にもよるし。どうでしょう、おすすめできますか。いや、できますよ、こんだけ満員なんですか。間違いない。最後、ただここはね、あの本物そば屋っていうよりお寿司屋さんも絡んでるでしょ。そうなんです。そう、だから寿司食ってそば食って、そうやって楽しみ方でお酒飲む人いいんじゃないですか。そばだけを一本ここで手打ちしてっていう感じではないと思います。そうです、ね、はい。そば食、でも全然美味しいですよ、おすすめです。そば湯が好きなんですよ、僕。多分そば湯好きなのはね、おじさんたくさんいると思うんですけど、最後につゆ残してそばをつゆ入れて飲むんですけど、これがね、めっちゃ好きなんですよね。
さあ、というわけでこちらね、ちょっとこちらサーフボードをめちゃくちゃ満タンな荷物をこの軽バンに移していきましょう。はい、キャデラックが満タンで、さてこれはどのくらいっていう感じですか。もうこの詰め屋の問題話にならないですからね。まあでも嫌でも詰めそうですよね。それは間違いないです。嫌でも詰める状況になっておるんですけど、そこでどういう風にね積んでいくかっていうのがポイントやと思うんですけど、趣味はこれですよ。これがさ、どういう感じで活躍できるか、できるかだよね、せっかく買って。そうですね、じゃあ早速積んでいきましょう、はい、まずサーフボードからまずいきます。ほとんどサーフボードは無理やろ。これちょっと家でしまうけど、いや、とりあえず一回挑戦みよう。いけるのか。これサイズなんすか。これは 6?セブンツー。僕が持ってる中で一番いけますよ。あ、そういう積み方ね。で、上に入れたら多分いけそう。入れれんのかな。まあ、フィン下にしていけるか。いけ、あー、あれ、あれがね、手前に。あ、これ下げればいけるわ。マジいけるんすか。下げれば。いや、これいいや。だけどこれ欲しかった。このね、これが動くんすね。そう、これをさ、じゃあこれでも めんどくせえじゃん、これこうやってやったら余裕でいけるけど、はい、もうこれ下ろすから、ここは自分のパラシボードを積みましょう。そうですね。これはじゃあとりあえずここ置いといて。はい、次ちょっとボード積んでみてください。これね、全然こういう風にしても、こんぐらいまでしか来ないんで、全然ね、エアにならんっすね。はい、そして、それ僕のボードっすね。これもこのままでは無理なのかな。え、無理っすか。いや、わからん。ピン外さんの無理なのかな。あ、無理そうやな。そう、はい、でもなんか、あ、不安定や。このここにノーズ刺さなあかんって言っとったやん。それはフィンのガラ。あ、フィン抜いたら余裕でいけるけど、いちいちさ、ピン抜くの面倒いじゃん。ってなると、ここだったら多分余裕でいけるんだよね。これを、これをさ、こうやって。そういう技もあるんですね。こういう技なんですよ。こうやって緩めて、緩めすぎたけど、からの、からの、そんな技あるんですか。え、先じゃあ当てて、こうすか、うん、こう、そう、おお、これで OK？前にしたら、こうやってやれば、これ、いけましたね。いけるけど、こんな感じで普通にポンとやるんだったら楽だよね。あの、一段下げた方が、まあ、正味をしてもらうと、ここにバーンって置いた方が楽っすね。そうしようこれだから、どうしてもの時だけでしょ。まあ、トリップとかで、ね、人が乗る時とかにここに積んでいきましょう。前のシートだって別に開けんでもいいんだから。まあ、ここにバーンと置いた方が楽っすね。そう、これでしょ。あ、これをさ、フィンないやつあるじゃん。はい、これを予備です。やっぱ反対じゃないと無理なのかな。これフィンなしを予備で置いておく場合は、あ、全然調子いい。お、いいよ。いいじゃん。めっちゃいいよ。で、だったらさ、邪魔じゃないっす。1本いったら俺が中で撮影できるじゃん、これがうざいとないから。これは便利やわ。ほんでこれをこうやって、いいじゃん。うわ、いいやん、いいやん。ちょっとサーファーの車っぽくなってきましたよ。でね、このフローリングみたいな、家みたいなやつがちょっとまたおもろいっすね。はい、これもう好き放題詰めるよ。好き放題詰めるよ、マジで。倉庫ぐらい詰めますよ。下手したら俺の部屋より広いかもしれないそれは間違いない。俺の部屋はほんと相当強いだ。それをどう積むすか。いや、これはもう別に。で、ここがほとんどあれですか。これ、あ、もしかしてあの靴で乗るんですか。靴で乗る、まあ靴で乗らんけど、最初のうちはまたなんか綺麗にしたいじゃん。とりあえずこうでしょ。で、ポリタンとかもさ、これだったら汚れんじゃん、うん、こうでしょ。結構いい感じになってきましたよ。いいね。で、ウェット、これウェット、とりあえず、まあでもほとんどこの長いボード持ってトリップでも余裕ってことっすね。いけるね。おお、結構いい感じになってきました。積むとなんかどん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 実感湧きますね、この軽バンライフの始まりが。しかもこれ、ここに濡れとるやつはちょっと無理やけど、ここに乾いとるウェットなら干せるよ。本当だ。タオルとか干せるし。こんなんついてました。ついてるじゃん。ついてました。で、軽バンとか乗っといたな、
ここにウェット干しとる人多いよな。あそこにつけて、あそのまんまな、うん、そこだと干せるよね、うん、タオルとかね干せますし、ね、本当じゃん。結構調子良くなってきて、ここさタオルやったら中見えんくなるしね。なんで見えなくするの。これが部屋より広いから、こうやってやって、これ見てよ、なんか寝れ昼寝できる。これ軽バンで車中泊トリップもおもろそうっすね。それいいよね。さすがに一人の方、一人じゃないと無理やけど。そう怖いやろ一人で車中泊。どういう、そうというわけでね、セッティング完了ということで、もう完璧ね、サーファー仕様で完璧っすね。そうもう余裕だよ、これ板出したら詰めたらね、奥やったらここで撮影できるし、バッチリですね。そうですね、まあ、でも最後にねちょっと質問でもやってね、はい、終わりたいんですけど、まあ138万でね結構勢いでね、もうその日に見に行ってその日買いましたけど、後悔はどうですか。いや後悔は全くないけど、うん、ただいろいろ調べたらさ、こうカスタムしてあるじゃん一回、はい、でカスタム料でタイヤとかこう色とか、このフローリングっていうの、はい、板とかもう全てに結構金がかかっとるから、うん、138万じゃん、はい、138万払うとほぼ新車買えるんだよ。あそうね。そうで新古車とか未消車と余裕で買えるから、はい、ただターボ付きのグレードのいいやつだと150万ぐらいするけど、でもちょっと足すだけじゃん、うん、で考えるとこうカスタム車を買うか、もうなんかあの配達の人みたいにノーマルで乗るかっていう選択だけど、結構昨日会った人も古い同じぐらいの年式を150万ぐらいで買ってたじゃん、うん、だからこのスタイルがいい人は安いんじゃない。ああそういうだって買ってからこうしたらめっちゃ金かかるよ。そうっすね、すごい金かかるから、いやこういうふうにしたい人はああいうカスタムショップで働くマンみたいなとこ行って注文した方が僕は安いと思う。だってこういうとこもこういうとこもみんな黒くってさ、絶対金かかるじゃん屋根も、うん、じゃあどうかな、まあ、どっちかというとまあお得に買えたってことですか。そうお得だと思います。もういいの見つけて、この仕様やと、そうスタイル的に。で中を見てくださいよ、だいぶスタイル出たし、アップルつけて、これいいっすね、純正のやつですね、はい、アップルので、そこにマーシャルがあって、ナイスっすね、いい感じになったんじゃない。はい、めちゃめちゃいい感じね、こういう感じでここでキャンプもできるし、もうで、これ雨降った時のね、カッパもこうやって積ましてもらっていいんじゃないでしょうか。いや、完璧じゃない。はい、これで夕方行きましょう。まあ雨降ってきても中から、これ家に置いてきますから、はい、これで日本一周旅やりましょうか。あやりますか。一人で行ってこいって話でしょ、はい、カメラ持ってサーフボード持って、はい、わかりました。まあでもこういう K1 買いたいなって思ってる方に何か一言ありますか。サーフィンにはやっぱり K1 まだまだ使ってないからわかんないけど、新島で使ったじゃん、絶対便利だから、サーフィン用は K1 って結構いいのかな。長距離じゃなかったらね、東京から毎日通うんだったらちょっと多いと思うけど、近場で行く人は軽バンいいなと思うし、あのカスタムするとおしゃれなので、ああいう働くマンさんみたいなところで探したり相談したら安くできるんじゃないかなと思います。そうですね、これはいいんじゃないですか。いや、結構僕車はめちゃめちゃ好きだし、こだわり強いですけど、これはこれで海用でバッチリだと思いますよね。かっこいいよね、なんかハイエースの子供みたいな感じで、ミニだよね、うん、いいじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。このタイヤもね、これいいじゃないですか、マットスターって書いてありますよね。これどこのかな、マットテレンだしね、うん、めっちゃいいですよ。いや、ナイスな買い物じゃないでしょうか。はい、よかったと思います。まあ、これからね、結構この車で村竹見かけると思いますけど、はい、また声かけてください。はい、行きましょう。じゃあというわけで本日もお疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ最後にお父さんから一言あるみたいですけど、まあプレゼント企画ってほどでもないんですけど、ブログを始めたじゃん2人で、うん、まだ僕しか書いてないけど、うん、でまあ嵐も新しいニューボードとかドライバー 3.0 のこととかこれから書いていくと思うんだけど、あとまあうまいもん食ってね、特別に YouTube に乗っけんかったやつとか、そういう写真もいいなと思うんですよ。でそのブログ見てくれて、そこのサイトで例えば今回僕が一番新しいブログはバリで調子良かったプレセボのスムースオペレーターの記事を書いたんですよ。で例えばそれがいいなと思って、まあ、紫スポーツさんで買ってくれたり、そのサイトで通販で買ってくれたお客さんに僕会ってこれ買いましたよって言ってくれたら、海で
ポートレート携帯とかじゃないですよ、真面目な写真で家でポスターにできるやつを撮ってデータでちゃんとプレゼントするのをやろうかなと思って。それ結構暑くない？いや暑いです、まあ、嵐がそこにおったらね一緒に撮るっていうこと、横に並ぶっていうのも可能だと思うので、ぜひねもしそこで買ってくれたら僕に声かけて、あのブログ見てそのサイトで買いましたよってスムースオペレーターとか RNF レトロのプレセボとかを見せてくれたら、そこで写真撮って1枚プレゼントしたいなと思います。どうでしょう？いや暑いっすね。この間もあの犬のやつで写真のイベントやったらすごい200人ぐらい来てくれたので、今回もねちょっと写真撮るっていうプレゼントっていう話です。よろしくお願いします。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。概要欄に貼ってあるんで、はい、あのブログを貼っといてください。はい、お願いします。